ライフプラン。ストーリー、直川隆久。出演、遠藤守也。あ、はい、確かにサイン頂戴いたしました。いやなんだか私もほっといたしました。お目にかかってから半年ほどですか。ついにこの日が来たんだなと感慨深いです。それでは今日からきっかり10年後の1月10日に山田様のお魂頂戴いたします。それはもう当然、それまでは山田様は無病息災、体頑健で人生を謳歌いただけますので、契約書にもそれは、はい、しっかり書かせていただいておりますから。書類、はい、こちらに頂戴いたします。寝たきりになってお嬢様に迷惑をかけたくないという山田様のお話を伺いましたときは、私も家族があるものですから、何か身につまされるものがございました。ですがもうそのご心配は無用です。この10年を存分にお過ごしください。口はばったいアドバイスですが、思い切ってわがままに生きられたらどうかと思います。今まで頑張ってこられたのですから。私のお客様では海外旅行に出かけられる方も多いですね。恋愛というのもよろしいのでは。年金はこの際もうお支払いはやめられてはいかがかと思います。長生きリスクがないわけですから、払う必要などはもう、年金のことは忘れましょうね。罰は当たりませんよいや、正直申しまして、長生きがリスクなどという時代が来るとは私も考えておりませんでした。しかしこういう新しいスタイルの人生設計をご提案ができますのは、我々にとって妙利に尽きるとも申せます。お客様は寿命をあえて限定し、長生きリスクの悩みから解放され、健康で楽しい人生が手に入る、我々もお魂を確実に頂戴できる、少々軽薄な言い方ですが、いわゆるウィンウィン実はここだけの話、楽しい人生を送られた方のお魂の方が物としては良いのでございます。私もこのビジネスを始めた時は人脈もありませんし大変でございました。家族にも特に妻には随分苦労をかけまして、おかげさまでようやく軌道に乗りまして、お客様の口コミのおかげです。あ、長話失礼いたしました。そろそろ失礼いたします。今後の山田様のお魂を頂戴するまでの期間のアフターケアは私が務めさせていただきますので、何かございましたら何なりとこちらに。で、一点山田様にくれぐれもお願いしたいことが一点ございます。お魂を頂戴する期日が迫りますとナーバスになって、いやいや、なんと言いますか、過激な行動に出られる方がですね、いらっしゃるとかいらっしゃらないとか、そんな話を聞いたことがございます。くれぐれも自暴自棄になって他人をお巻き込みにならないようお願い申し上げます。あ、もしもですが、残された時間が少なくなり、いかに生きるかという悩みにどうしてもとらわれてしまった際は、その方面の専門の業者紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。弊社と取引がありますのは
クリスチャンコーポレーションとブッダエンタープライズでございます。はい、こちらパンフレットになっております。